最初はハモちゃんと俺が一緒にバンドやってて、大学のサークル でそれが解散したけど、ハモちゃんとまた一緒に何かやりたいねって話してたから、それでとりあえず一緒にカモちゃんとやろうって言ったら曲ができないってなったから、じゃあその時カモちゃんが一緒に曲作ってたワイキキとしてね、ワイキキとしてなのかな、まだワイキキじゃない、俺とカモちゃんが作ってる、そうそうそう、いやあーいい、ワイキキ始まってたんじゃないかな、あの時は秋山誘って最初は3人で始まってね、で最初はメンバー流動性でカモちゃんがドラム叩いたり、俺は1曲でしか叩いてない、秋山は基本的にドラムボーカルやってて、なんか曲として見せたけど結構入れ替わり激しいなって曲ごとにめっちゃ変わってたよね、めっちゃバタバタ動いてんな、客からバンド入ったのシドビシャスっぽい、うん、8組そう言ってもらえたらすごいなかっこいい気がするけど台湾でライブするという気持ちで、そうだったね、まあそこでサポートっていう形で、そう最近までずっとサポート名義だったもんね。まあそうね。じゃあ最近今もでも正式に言ってないね。はっきりしてない。はっきりしてない。してない。してない。そもそも4人でこの超オーソドックスな編成でやってるバンドが減ってきたんじゃないかなっていう感じは。シンセ入ってたり、ギター3人だったり、スリッピーだったり。あんまこの編成でしかも正統派の曲やってるバンドがそうかもね。いないから。わかんないよ。勝ち先生がね頑張ってくださってますから、まあ基本的にでも自分たちの音のイメージがまずあって、バンドのイメージがあって、 それに合うものはを基本的には、ね、何に関しても映像に関してもデザインに関してもジャケに関しても作りたいと思ってるんだけど、まあそれはできる人がぴったり合う人がもしいればね全然頼んでいいと思うんだけどね、むしろ自分たちでやった方が主に勝ちくんだけど、今は自分たちでやった方が楽っていうか、まあ、近づけるし、うん、今はそう3ヶ月ごとぐらいに行ったり来たりして、で日本にいる時は日本でやれる一番いいイベントに出て、まあ曲作りとか、まあ、環境で言えば自分の、ね、家とかもあるわけだから、それはそれでやりやすいし、で海外行けば海外行くでいろんな、うん、なんだろうね、言っちゃえば不必要なノイズが減るから本当に音楽だけに集中してできる環境と、あといろんな新しい刺激とバンドとサウンドと広がるっていうのもあるし、どっちも良さはあると思うけど、今はまあ行ったり来たりしながらこの先の活動どうしていくかみんなで考えてるって感じかな。そもそもはそういう考えだから多分アメリカに行きたいと思ってたっていうのもあると思うし、まあ、相乗効果じゃないけど自分たちの感性とかやりたいことが向こうの人がやってることに近いからまず行きたいと思って、で行ったことによってまた新しく発見したこともあってそれ持ち帰ってきてっていうことの繰り返しな気がするけど、スタジオとかの考え方は結構まるで違ってたけど、まあスタジオでやったのは向こうのスタジオでやったのはトマスのとこだけだ、まあそうだね、まあそこもプロフェッショナルなスタジオじゃなかったからっていうのもあると思うけど、うん、ドラムとか全然しょぼいし、あのしょぼいやっぱ機材とか荒れてるし、そうだね、そうドラムとかあれだったけど、でも録音するそのコンプレッサーとかの機材に関してはめちゃくちゃこだわってて、ね、うん、質感とかにはすごい、うん、スネアの音とかめっちゃ良かったしね、そうだね、なんかエンジニアのそのこの音の感じどうみたいな結構一発で欲しいとこに持ってってくれる、ね、場面が多かったかな。だからなんなら言葉が通じる日本人同士よりもその音楽性が近い海外の人の方がむしろ伝わりやすいこともあるんだなって面白かったね。で日本人でももちろん音の感性が近い人だったら伝わるんだろうけど、大事なのはやっぱりそこの方が大事だなっていうのは結構もう行き当たりばったりだね今のところは。じゃあなんか下積みっぽい感じなんか普通にバーの地下のライブスペースとかで、うん、むしろ楽しいけどね、自分たちでこうライブハウスに連絡しメールして入れて友達に、ね、の友達とかに連絡して、で俺らは今ニューヨークに長津何日から長津何日までいます、でライブしたいから、まあ、どんなライブでもいいからもしあれば、まあ、連絡してみたいなとか、ライブハウスだったらこの人この日もしブッキングが空きがあれば出させてくださいみたいな、もう手当たり次第連絡してって、まあ、いろんな形でそうやって一個ずつ組んでって、まあ、前回10本ちょいぐらいはやったかな、かなり DIY、 それこそ DIY な感じだったけど、
まあ、まずは今の俺たちにとっての最初の挑戦であるファーストアルバムを本当にいいものにすることがまずは俺らの目標かな。差し当たりこれまで4年間活動してきてまだ俺らアルバムも出てないから多分今までそのもうすでにいろんなこと経験してるつもりになってるけど思った以上に多分動き方また変わってくるんじゃないかなっていうのも